ビテマヤ風を作ります。材料は赤いバラと紫のアストランチア、ドライフラワーになるお花です。それからカーネーションがたくさんあるので、使えたらこの3色の薄いオレンジとピンクと赤のカーネーション、それから紫のトルコキキョウ、ブルーファンタジア、このユーカリ、丸いユーカリと細長いユーカリをうまく使えたらいいなと思います。ピンクのカーネーションを、寄せて、くっつけて刺します。真ん中に。丸くなるように、こうなるように、ちょっと曲がってるものを、ちょっとこう曲がってるんですけれども、このカーブを生かして、周りが低くなって真ん中が高くなるような形にグッと入れます。くっつけます。トルコキキョウアイドルさんです。これがクニクニって曲がってるのは、こう入れるときにこのようにこう沿わすようにして入れるとビシッと立つようになります。今まん丸になってますね、上が。でもこの周りも入れていきます。では次はオレンジのカーネーション、ここがボコボコっとなってます。じゃあもうここに入れにくいので切っちゃいます。ストランチア間に入れていきます。これが入るとグッと
と締まりますね、この色で。間に入れます。グッと花も持ち上がります。いいラウンドになってきました。花を間に入れつつも、少しドラセナも入れます。使用できました。ビデマイヤー、